DS BDS Hey guys, my name is Dante. 今日はなんと人はいつか死にます。子供、孫、ひ孫、ひ孫に何が残せるか僕はいろいろ考えたんですよ。動画もあれば写真もある。でもそれらって触れないっすよね。その人がどんなものか触れないですよね。まあ、声とか、まあ、顔とか見れても触れたりしないですよね。だから僕は考えたんですよ。未来のペイン族に何を残せるか考えたのが石像です。自分の石像を作って、まあ、どうぞ触って俺を体感してもらいたいです。本当にもうちょっとなんか涙が出てきちゃったんですけど、何かを成し遂げたいっすね、死ぬ前に。なので今日は作ります。で、用意するものはね、段ボールに型取って、なんだこれ、型ですね。これか、まず型から作ってきます。で、手をどんな形にするかというと、加藤ダンテってやれてるぐらいすごい、僕はね、テクニシャンってやれてるんですよ、その動画編集が。こういう形っすかね。まあ、ちょっとワンピースでいう竜の爪、ルフィの兄貴がこうやってんで、僕こんな感じで、こんな感じで、で、これをこの中に型を入れて、で、突っ込むっていう、ピシッて5分ぐらい経って取って石像を流す、ピシッて、加藤ダンテのゴッドハンドです。で、やっていきたいと思います。あ、表、8リットルの水に、もうちゃんと計算してあるんで、僕これ多分すげえ多いぞ。混ぜてミックス。わあ、やべえやべえ、気持ち悪い、やべえ、これ部屋でやるもんじゃねえよ。やべえ、固まっちゃう。よし、入れます、いくぜ、入れるぜ。やべえ、固まっちゃう。固まってる。ほぐせ。やべえ、固まっちゃう。やべえ、どうしよう。やべえ、固まっちゃう。固まってる。やべえ。ちょっと待って。これ失敗だ。もう大失敗だと思うんすけど、一応作ってみます。いやー、もうほんあれ、抜けない、手が抜けない。あ、でも結構うまくいってんじゃね、これ。あー、でも結構うまくいってそう。ちょっと待って、うまくいってるかも。おー、あー、なんか最初どうなることやらと思ったけど、なんとか動画にはできそうっすね。それではね、次石膏を使います。石膏で流し込みます。なんか1分かけて入れろって書いてありましたね。では流し込みたいと思います。いくぜ。うわ、やば、固まってきた。やばい、いけいけ。うおー、綺麗な台を作るためにもう一回流し込みます。立てるように俺の手が。ではね、30分待ちましょう。PDS 株式会社。